あ、でも入っちゃうとあったかいな。あったけーこんにちは、ケンイチです。山田です。今回なんですけれども、私、Amazon で、こちらのダウンシュラフの方を8180円で購入してきましたので、レビューの方していきたいと思います。こちらのシュラフは LMR という、初めて聞くようなメーカーだから、おいおい大丈夫なのかおいおい大丈夫なのかっていうところがあるから、裸にしていきましょう。裸に、裸もいい。開け方は1箇所しかベルトがついてなかった通り、これを外しちゃえばそのまま、そうなってるんだ。そうなんですよね。かぶってるんですね。そうかぶってたんです。かぶっちゃってますね。そうです。まあ本当にね、ずるっと向けて、でこのまま下はくっついているような感じですね。だからなくしちゃうってこともないですね。ような感じです。で中身もこうちょっとブーッと開けて、赤を買ったつもりがこちら青が届いてきております。青ですやん。青ですやん、ね、ロックマンみたいな色をしてますね。色はロックマンですね、これは。ギチギチに入っているからね、どこまで膨らむのかもちょっと気になるところだと思います。確かに。お、それは何ですか？こちらは、実はこれ8180円で、ダウンマットっていうだけでもすごいのに、枕もついてきてるわけなんですよね。でここ膨らますところがあって、まあ口で膨らます感じですね。本当にちっちゃいから、これもちょっと後で膨らましていきますね。でまずこちらを広げていくと、あ、だいぶね、空気がまだ入ってないから、だいぶコンパクトだなっていうようなイメージですね。でこっちか、右開きなので、ここに LMR のロゴが入ってます。全体を広げると、こんな感じになっていますね。どうです、触った感じ？そうだね、触った感じは、まあ本当になんかビニールまでいかないけど、なんか高級感があるわけでは全然ない。ような感じですね。そうですね、なんかちょっといいゴミ袋みたいな。実は今回このレビューをしっかりするために、昨夜ですね、大和くんと夜、大和くんちの外でちょうど雨が降ってて、で外の気温が12度ぐらい、そうだね、で朝がまあ11度ぐらいに冷え込むんじゃないかっていうところだったので、マイナスとまではいかないんですけれども、一応外で使ってみてしっかりレビューをしていこうという話になったんですよ。でそこでちょっと分かったのは、まずなんか獣臭いっていうふうにレビューで結構書かれているのを見たんですけれども、最初全然分かんなくて、最初なんか全然匂いしないじゃんと思って寝ようとした時に、なんか濡れた犬みたいな、だから要するに獣の匂いだろうね。入ってから気づいたってこと？入る前になんか鼻で撫でてたら、そんな匂いがしてきたんですよ。そうそう。でそれで「あ、ちょっと待って、ヤマト、これ犬の匂いしない？」って言って、ちょっとね、獣臭は確かにあるけど全然気にならないレベルだと思います。で鼻がいいっていう人は無理かもしれないです。そうです。あんまりなんかそんなの気にしないよっていう人だったら、もうそこまで気にならないレベルじゃないか。そうですね、だと思います。こちらは右開きになっているので、こっちにチャックがついてますね。でここに両面テープがあって、剥がすとチャックが出てくるということですね。YKK です。YKK。ここは担保されましたね。そうです。じゃあちょっと開いていきましょう。はい。安いからね、どうしてもちょっと大丈夫かなっていう目で最初見ちゃうと思うんですけど、実際にまあ使ってみた感想としてはだいぶいいんじゃないかというところで、そこを細かくお伝えできればというところでございます。チャックの噛み具合とかないですか？そうだね。まあさーってやってって大丈夫ですね。若干慣れてくれば全然大丈夫かなというところです。で下にもついているので、まあ、両方から開け閉めができる感じですね。でこちらなんですけど、このチャック部分ですね、両側にこれがついてるわけではなくて、こうやることで内側にも行くような構造になっているから、入って、まあ、外からこうやるんじゃなくて内側からこう、このチャックがいいですね。ただこれちょっと慣れるまで大変かもしれないけど、全然ありでございます。でそうこうしているうちに少し時間が経ったんですけど、だいぶ膨らんできたなっていう、勝手に空気を吸って、まあ、ダウンだからこのふっくらしてきたなっていうところですね。まあ、そんなにもうふっかふかだなっていう感じではないけど、少しの時間で割と膨らんでるような状態になっています。で本当だったら12時間置いた方がもう少し空気が入ってふっくらするっていうふうに書いてありましたね。ちょっとじゃあ早速入っていきたいと思います。はい、今枕も膨らまして、敷いてね入っていきます。いいね、こんな感じでお送りしていきたいと思うんですけれども、暑い。暑い。暖房とかは消してあるんですけど、今静岡の伊豆の方だからね、そんなに寒くない。何度ぐらい今？今ね18度だね、今18度の中ジーパンとパーカーを着て Amazon で買った1280円の帽子とあとはこのマイナス15度まで耐えられるものに入ってるから、もう入った瞬間から暑いですね。今は暑い暑い暑い、ちょっと汗かいてきそうな感じです、このぐらいねすぐに温まるっていうところですね、で昨日夜外で12度ぐらいか、その中で入った時も入ってすぐに温まったなっていう感じでしたね。あ、でも入っちゃうとあったかいな。あったけーあったけー明け方になった頃はちょうど11度ぐらいだったと思うんですけど、でその11度でも寒くて起きることっていうのは一切なくて、どっちかっていうと上下スウェットだったんですけど、暑くてこうここぐらいまで出してしばらく寝てたなっていう記憶があります。そうそうそう、すごい保温能力が高いんだなっていうことはそこで分かりましたね。まあ、マイナスとか氷点下に行ってないから、まあ、そこの辺がね実際行ったらどうなるのかちょっと分かんないんですけど、まあ、その10度前後ぐらいだったら変な話 T シャツとかでもいけちゃうんじゃないかな、かもしれないですね。まあ、ちょっと入った感じは本当に暑い中に入りながらこちらの方を締めていくってなると右手だときついかな。これがね締めづらい、慣れないとこんな感じですね。あちい暑いですね。ここのところに紐がついててこれを絞っていくと、こんな感じになっていきます暑いね。ああ、はいはい、暑い暑い。ということで今回は Amazon で見つけたダウンシュラフ8180円で購入できるものを紹介してきたんですけども、いいっすよね。いいね、めちゃくちゃいいよこれ。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。あったかいです。あったかい、この中はね夏